衝撃渋野日向子が公表した2023年からの彼氏との関係、2023年の展望は？日本女子プロゴルファーとして世界的に有名な渋野日向子さん。彼女のプレーには多くの人が魅了され、彼女自身もたくさんのファンを抱えています。しかし、そんな彼女には彼氏がいるという噂があるのをご存知でしょうか？2023年頃から渋野日向子さんには彼氏がいるという噂が流れ始めました。彼氏がいるという情報は渋野日向子さんのファンからするとそれだけでショックですよね。それに加えて彼氏との関係がいつから始まったのか詳しい情報も明かされないまま、彼女のプレーに注目が集まることになりました。そして2023年渋野日向子さんが公式インタビューでついに彼氏の存在を明かしました。彼女は2023年からお付き合いしています。私たちはお互いに忙しい中でもしっかりとサポートし合える存在ですと語りました。この発言について渋野日向子さんのファンからは驚きの声が上がりました。そして多くの人が知りたいのが彼女と彼氏の今後についての展望です。特に2023年、彼女はどのようなプレーを見せてくれるのでしょうか？彼女自身は、プロとして私はいつでもプレッシャーに対して強くありたいと思っています。彼氏との関係も大切にしながらゴルフに集中して目標に向かって頑張りますと、2023年の抱負を語っています。渋野日向子さんはこれまで多くの大会で輝かしい成績を残し、多くの人から称賛されてきました。彼女が2023年も輝けるように、私たちも彼女を応援しましょう。そして、彼女と彼氏の関係がさらに深まっていく様子も注目していきましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。